get ready. 雑談です。くら寿司です。はらせんということで始まりました。はらせんラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、まあ何もしてないってことはないですけど、まあコツコツ作業しておりました。で、朝ね、いつも6時7時ぐらいからのこのこ起き出して、これを撮って、で編集って、テロップをね、いちいちテロップというか字幕を入れてるんで、それの修正というか自動でやってくれるんですけど、結構間違いがあったり、まあ言葉が聞き取りにくくて誤変換されているところを直したりなんかするので、結局2時間ぐらいかかるのかな、昼前ぐらい、そうですね、2時間もかかんないかぐらいでやって、でお風呂発表するでしょ。で作業してたらちょっと眠くなっちゃってと思って、本当はね、スケボーを買いに行こうと思ったんですよ、昨日。でお昼間にね、夕方ぐらいに出ればいいかなと思ってお昼寝してたつもりがね、気がついたら7時8時ぐらい、夜の8時ぐらいだったかな、あれで時計見て、空というか外暗いし、あれこれな、何時なん、朝なのか夜なのか分かんなくて、いやーしまったって感じで一日潰してしまいました昼寝して潰すってだからスケボーをね、買いに行けなかったんです。本当は買う予定でいたんですけどね、残念でしたけども、まあそんなことをしておりましたが、見ましたですわ、お耳に合いましたらの第5話目ですね。これ何度か取り上げて話してるんですけども、東野さんのね、幻ラジオの T シャツを着てたっていうんで、そこから食いついて、まあ、毎週見てるんで、まあ本当にテレ東のキラーコンテンツですよ、この深夜の飯テロ番組。これも、まあ、チェーン店のご飯を紹介するっていうポッドキャスト、漬物屋さんのね、社員の方が、最初ね、喋られへんからポッドキャストで練習するってやったのが、まあまあ、そのチェーン店、大好きなチェーン店のご飯を紹介するっていうのをやっているという、まあな、大枠といえばそういった内容で、で5話はなんと朝起きたらそのポッドキャストがバズっているではありませんかってことで、まあいろんなところで話題になってて、でエゴサをするのが癖になっちゃってみたいな感じでね、行くんですけど、まあネガティブなね、意見を目にするとこうへこんじゃってね、気にしちゃってどうしようもないみたいなことになっちゃって、まあミュートしたらいいですよってところで、お寿司に誘われてね、回転寿司だけど行こうっつって、その回転寿司を断ってそれで断った理由も、お耳に合いましたね、自分のポッドキャストしたいからちょっと今日は帰るっつって、帰ってチェーン飯紹介する自分のやつで、でくら寿司紹介してるの、なんだこいつはって思うよね。次の日会ったらさ、お前昨日飯誘ってくら寿司、回転寿司嫌だと思って帰ったと思ったら、何回転寿司食ってポッドキャストしてんだよってなれへん？なれへんの？なるよね。なるよ、普通だったら、とか思いながら見てた。そこをなんかほわっとというか触れないで言ってんだけどさ、普通なるよね。なんない？お前なんでお前誘ったんだから、お前そんな一緒に食うの嫌だったかって思うと思うんだけど、まあそこ触れられてなかったんで、まあいいのかな。で気になるよね。言いはしないけど、なんか根にこう引っかかるよねっていうのを思いながら、まあ見ておりますんで、気になったセリフでね、こうそのくら寿司のマグロを食べてね、美味しいっつって、マグロを食べてね、いくらでも食べれますっつってややこしいんだよ。マグロ食ってんのにいくらでも食べれます、いやそれマグロだからね、どっちなの、いくらでも食べれます、マグロを食べているけど、それがたとえいくらでも食べれますなのか、
たくさん食べれますなのか分かんないし、マグロでいくらもなんかややこしいからさ、そこはちょっと考えようね。あれそんなこと思うの俺だけとか思いながら見ておりましたけども、そうですね、くら寿司といったら、この間エンタでやった陣内くんのネタも実はくら寿司でロケをしておりましてね、まあお皿が見切れてて、こうそれこそエゴサーチをしてたらね、エンタでね、エゴサーチをしてたら、あ、くら寿司だくら寿司だみたいなのがあったんですけど、まあ一切ね、一切というか、くら寿司カラーを だからビックラポンもビックラポンと言わずに、まあお皿5枚でゲームができるみたいな、まあ固有名詞を出さずにやってたんですけど、今度ね YouTube でも同じネタというか、まあ、上がる時にはなんとこれがくら寿司全面協力のもと、まあエンタもそうなんですけどね、ってことでビックラポンという名前も出しますし、そしてね今回というか、このお耳に合いましたらのね、レジェンドで登場したのが生島博さんだったんですけども、くら寿司の店員としてね茶碗蒸しを持ってきたシーンがあったんですけど、あの時着てた T シャツ、あれが制服なんですよね。だから陣内くんの YouTube 版では店長来るとこのねあれがあるんですけども、この T シャツを着た店長が出てくると、そういった違いが、YouTube 版と、エンタ版とでね、違いますので、録画で残ってる方はね、ぜひ見比べてください。まあ、いつ上がるのかな、YouTube とかね。まあ、それも上がるんで、お楽しみにしてくださいと。ね。そんなくら寿司、ね、思い出というか、がありましたね。T シャツを見て思い出した。あ、そうだそうだ。ね。で、もう一つね、この、お耳に合いましたらで使ってる、ポッドキャスト用で使ってる配信機材の、オーディオインターフェースがね、あれ、ローランドの Go Mixer Pro ってやつ、白いやつなんですけど、あれがね、値上がっちゃってんですよ。これのおかげかどうかわかんないですけど、すごい値上がっちゃってて、あれも定価がいくらなのかわかんないですけど、2万、多分4、5000円のはずなんですけど、3万とか4万とかでね、Amazon で出たり、黒いのがね、新しいのが出てるんで、そっちは2万5000円とかで出てるんで、それでいいはずなんで、定価がわかんないですよ。でも、2万5000円もしますかね、あれ。するんかな ?1 万8000円ぐらいだっていうのがイメージだったんですか。なんか、何しかね、値上がってるんですよ、あれが。だから、これ、この番組のせいじゃねえかなと、俺は勝手に思ってるんですけどね、どうなんですかね。iPhone に直接ね、いろんなマイクを、いろんなマイクっていうかマイク2発ね、ギターとマイクと突っ込めるのかな?ね、あれいいなと思って。でも僕はノートパソコンで作ってるんで、あんまりね、それを、まあ、改めているかって言ったらいらないんですけどね。で、まあ、値上がっちゃってるっていうのが、一つ。僕は機材好きなんでね、そういう機材が。気になって見ておりましたが、まあそんな感じでね、くら寿司やっておりましたわ。本当に、気になったのはマグロを食べていくらでも食べれますわ。ちょっとややこしいなと思ってね、見ておりました。あとね、今後の展開とか、まあこれ単発で毎回いろんなチェーン店紹介するだけで大きな物語の流れっていうのがあんまりね、ないんですけども、このどうするんだろうね。バズって調子いいから、じゃあ会社の SNS 担当で昇進するのかね。なんかまあ恋愛事情もなんかこうチラッとは出てきたんですけど、なんか そこ深掘りしなそうな感じなんですよね。でもどうね、まあしれっと終わっても、な、回数来たから終わりで、またシーズン2ね、それこそあれみたいに井の頭五郎さんみたいに、孤独のグルメみたいにしれっと始まっててもおかしくないんで、まあそんな大きなね、うねりの中の物語っていうのはいらないのかなとか思いながらね、これいろいろタイアップ取ったりしてね、大変かもしんないですけど、ね、ぜひシーズン2も見据えて、やってほしいなって思う。それぐらい好きなというかね、面白いね、ドラマではありますんで、TVer と、これは テレ東なんであれか。パラビでね、見逃し配信がありますので、見逃しちゃったから、あと、ポッドキャストもね、Spotify でもやってるんですよね。それはまだ僕聞いてないんで、まあ、時間を見つけてね、ちょっと聞いてみようかなって思っております。いったところですかね。はい。
コント回転寿司、ちょうど時間となりましたね。いつまでお前コントが始まるやつ、もうみんな忘れてるっつうのな、本当に。俺忘れねえからな、本当に。俺本当に忘れねえから。俺、あの、つむぎちゃんのこと本当忘れねえから。ね。そんな感じで、ぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。